金鉄松下百貨店。株式会社、金鉄松下百貨店は、かつて、山口県周南市に存在した、日本の百貨店である、日本百貨店協会に加盟していた。松下商店を母体として1962年、昭和37年4月4日、地元資本の松下百貨店として、徳山駅前近く、周南市銀座2丁目14番に設立された。 同年9月2日の開業と同時に、近畿日本鉄道、近鉄の出資を受け入れ、1965年、昭和40年に、近鉄松下百貨店に称号に改めている。店舗は、徳山南銀座商店街内にあり、8階建ての本館と5階建ての南館の2館からなり、店舗面積は1万20メートルであった。また、 徳山南銀座商店街内の5階建てのビルに入居していた子供感度の別館もいくつか存在した。店舗の土地、建物を株式会社松下が所有し、当社に20.0%を出資する近鉄百貨店側が開業以来社長と店長のポストを占める形で営業を続けてきた。そのため、2003年、平成15年に、 取締役店長に就任した田村俊介が初の生え抜きの店長であった。井出光孝さんや徳山総田、現、徳山等の製油所や石油化学工場が立ち並ぶ、石油コンビナートの繁栄を背景に活気に溢れていた、徳山駅前の商業の中心の一つとして、屋上遊園地やお子様ランチなどを楽しむ家族連れなどに親しまれた。しかし、 1993年、平成5年11月5日に、特定商業集積法第1号認定施設である、下松タウンセンターの商業施設として、ザモール集南、現、夢タウン下松が、県下最大級の規模で、下松市に開業ると、無料駐車場を備えた大型商業施設の強みを、活かして高い集客力を発揮し、当店と共に、 徳山駅前商店街の核を成していた大型店で、ある徳山サティが1999年、平成11年に、トポス徳山店が2001年、平成13年に、それぞれ撤退に追い込まれた。こうした大型無料駐車場を備えた郊外型、ショッピングセンターに対する百貨店ならではの差別化戦略として、物産展の開催を強化するなど、 対抗策を打ったものの客足が戻らず、1993年、平成5年2月期に約118億円だった売上高は2012年、平成24年2月期には約47億円まで落ち込み、同年度の決算で3年連続の赤字決算となって純損失が約6.41億円となり、累積赤字は約11.27億に膨らむことになった。 売上の減少に歯止めがかからない状況にあり、営業努力や経費削減で存続を図るのは困難であるとして2012年、平成24年9月25日の取締役会で事業継続を断念して2013年、平成25年2月28日で閉店することを決定して同日発表した。そして2013年、 平成25年2月28日18時に予定通りに閉店となった。株式会社、近鉄松下百貨店は2013年平成25年4月30日付で解散し、2015年平成27年7月24日付で生産決了している。当店の友の会組織を運営していた株式会社、近鉄松下友の会は、 当店閉店後の2013年、平成25年4月5日に、全株式を近鉄百貨店が取得して、同社の完全子会社となり、2014年、平成26年5月31日付で、生産欠量している。閉店時の従業員153人は、閉店から半月後の3月15日までに、解雇されるが、当店が圧戦して、 近鉄グループや地元企業などの採用で次の就職先が閉店時までに内定したのは約40人であった。当店閉店後には当店の顧客層からの受注を狙って従業員7名中6名を当店出身者を採用して子供館が入居していたビルの1.2階部分に店舗面積約600メートルのアルパーク天馬や集南ショップが213年。 平成25年4月24日に開店したほか、同年6月13日に、近隣の銀南街のチャレンジショップなどに利用されていた場所に、店舗面積約100メートルで開店した山口井津や、周南ショップは、当店に27年間勤務した、経験のある店長をはじめとして、従業員9名中8名を当店出身者を採用して営業を開始している。なお、 本館と南館については、閉店が発表された直後の2012年、平成24年10月から、周南市が新たな各店舗の招致活動を行っていたものの、閉店時までに後継店舗は決まらず、空き店舗となった。商品権類については先日の通り、近鉄松下ともの会を近鉄百貨店が完全子会社したものの、 単独商品券については、同社ではなく、場所が近い山口井豆津屋が、取扱い顧客の便宜を図ることが閉店の落ちせで、告知され、閉店3週前の2013年2月7日から、取扱いが始まった。また、近鉄末した百貨店を発行元とする全国百貨店共通商品券については、引き続き、使用条件を変更することなく流通している。 周南市は、市庁舎の建て替え工事を行う間の仮庁舎として、2015年、平成27年10月から2018年、平成30年7月まで、北建て1階から5階までが借り上げられて、利用されることになった。1990年代には、徳山駅西畜市街地再開発事業の一環として4万メートルの新店舗を計画していたが、 同事業で計画されていたホテルの誘致が難航した、ほか、景況の悪化などが原因で頓挫した。近鉄が百貨店部門を近鉄百貨店として独立させてからは、近鉄百貨店の関連会社、持分法的用紙会社となっていたが、近鉄百貨店のグループ店舗との位置づけとなっており、近鉄百貨店のホームページには、近鉄松下百貨店に関する情報はほとんど、 紹介されていなかった。なお、近鉄松下百貨店の公式サイトが設けられたのは2011年になってからであり、近鉄グループサイト、近鉄百貨店の公式サイトからのリンク設置は、サイト開設後しばらくしてからであった。ロゴマークや包み紙は、近鉄百貨店と同じであり、全国百貨店共通券や、近鉄ギフトカードが使用できた。また、 読売ジャイアンツ優勝時には近鉄百貨店と同様に優勝セールが行われていた。2001年2月20日限りで近鉄百貨店東京店が閉店された後近畿東海地区以外に存在した唯一の近鉄系の百貨店であり2009年平成21年3月1日付で中部近鉄百貨店和歌山近鉄百貨店が 近鉄百貨店本体に吸収合併されたため、近鉄百貨店の唯一の百貨棚子会社となった。地上7階の本館、北建と地上4階の南館に分かれており、その間を南銀座商店街が貫いていた、両館は3階の連絡通路でつながっていた。両館と持ち替えが存在しないため、生鮮食料品売り場は南館の1階にあった。 食料品売り場が1階にあること自体は、山口伊豆津屋野球奈良総合、現伊東洋華道奈良店などの例があり、それほど珍しいものではないが、当店は南館の2階にも、メーカー、種類などの食料品売り場が存在した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。